舞茸2パック。冷凍保存してたので、水分を取ります。食べやすい大きさにほぐします。卵 M サイズ4個。しっかり混ぜます。フライパンにサラダ油大さじ2。強火で熱したら、溶き卵を半熟になるまで焼きます。一旦取り出します。同じフライパンにごま油大さじ1、中火強で熱したら、舞茸を2から3分焼き色がつくまで焼きます。弱火にしたら、砂糖小さじ1/2、鶏ガラ顆粒小さじ1/2、酒大さじ2、減塩醤油小さじ1、オイスターソース小さじ1、さっと混ぜたら胡椒少々。ほぼ汁がなくなったら、火を止めて、卵を戻し入れます。あとは余熱で軽く混ぜます。高評価グッドボタンいただけたら、とても嬉しいです。激うま舞茸炒め完成。